こんにちは、ライムです。はい、ということで今回は新イベント開幕 1A 特別戦闘訓練、こちらのイベントどういう風なイベントなのか、それからどこを周回するのが一番効率がいいのかというお話をしていきたいなと思います。はい、ということで、このゲーム初の、ね、イベントということで、どんなイベントが始まるかなというところでしたが、やっぱり他のスマホゲーと大体変わらないかな。端的に言うとクエスト、イベントクエストを周回して、アイテムゲットして、それを使って今度ボス戦に挑むっていうシステムになってるんですよね。このボスチケットを手に入れて、相沢先生と戦いに行く。で、相沢先生を倒すことでこのヒーローくじというものがゲットできる。これで目当ての報酬が出るまで回していくっていう、いわゆるボックスガチャシステムっていうやつですね。これがなんか自分の欲しいやつとそのままただ引き換えするだけじゃなくて、このガチャを引くことによってランダムでここに載ってるような、アイテムがゲットできると。試しに90連してみるか。こんな感じだね。こんな感じで出ます。で、強化バー台とかね、それからオールマイトだったり、報酬のオールマイトだったり、それから新しいね SR メモリーだったり、そういったものも獲得できるんで、ぜひねこれはやった方がいいと思うんですけど、性能解説については別動画でやろうかなと思ってます。このオールマイトとそれから SR メモリー、果たしてどんな性能なのかっていうのは別動画でやろうかなとは思ってますが、とりあえずイベントの概要としてはとりあえずこんな感じの内容にはなってるんだよね。で、詳しい話、一応これ特攻とかあるんですよ。やっぱりスマホゲーならではですけど、今やってる、この前に撮ったガチャ動画とかでねやってたあのデク、青デクだね、青デクと、それからつゆちゃんとか、それからピックアップされてる新しいメモリー2種類、あれが今回特攻という風になってます。こっち見た方がいいのかな。はい、ここだね。イベントクエストにいて、イベントアイテム、ボス挑戦状のドロップ数が 20% アップということになってるんで、持ってる方いたら必ずねこれはセットしましょう。フレンドにね、僕もねさっき周回してて思ったんだけど、設定してる人が非常に少ないので、これ今からちょっとフレンドの設定の仕方をね皆さんにもこう教えて、みんなが楽になるようにしたいと思うので、ちょっと待ってね。で、そう、キャラ両方ともなんか普通のスマホゲーであれば大体UR キャラの特効率が一番高くて、例えばこれだったら 50% とかねっていう風になって、つゆちゃんの方が 20% になるとか、そういった調整多いんですけど、なんかねキャラ両方とも 20% アップなんだ。はい、なんでこれデクが当たった方だけじゃなくて、つゆちゃんしか当たらなかったよ、仮にガチャしてね当たらなかった人もぜひね設定してください。周回が、フォロワーの人の周回がすごく楽になるので。はい、それからメモリーについては 5% ずつアップということになってます。だからパーティー、5体入れられるんで最高で 25% まで上がるということのですね。5枚引ける人はなかなかいないとは思うけどね。はい、そんな感じです。で、設定の仕方ね、チーム行って、チーム編成ってところ行って、この右上のゲストボタンを押してください。はい、ここを押して通常とイベントってあるんですよ。なのでここイベントってところを押して、ここだね、ここで設定してください。ここで目当てのね、目当ての例えばつゆちゃん出たら、特攻のところに置くなり、あと青デクが出たらね、青いところに置くなり、オールってところに置くなりね、それは皆さんの好みですけど、とりあえず何はともあれ置いてください。一応ね、でもオールの方に置いてくれた方が分かりやすいかな。多分ね、大体これおもかせ編成すると、まず特攻のオールのところに特攻キャラが来るようになってるから、とりあえず皆さんマジでお願いします。フォロワーさんも25人ぐらいしかねフォローできないから、そんなに数できないけど、とりあえずそれはねぜひお願いしたいところだなと思う。はい、で、それからなんですけど、今回のイベントどこ周回するのが効率いいのっていう話なんですよ。攻略動画はまた別でやろうかなと思ってるんですけど、単純にボスの挑戦状を集めて、チケットどこで入手するのがいいのかっていうところで、一番効率がいいのは
時間効率かそれともスタミナ効率かでも変わってくるんですけど、スタミナ効率で言えば一番やっぱりハードの銃、ここが一番ドロップするものが多いので、まあ、間違いなくここなんですけど、時間効率となるとノーマルの1、ここ一戦で終わっちゃうぐらい。実際もうやりながら話した方がいいか、これ。あ、これ、これこそ、これこそ特攻キャラ使っていかなきゃね。で、これが、そう、オールでやると、今僕のフレンドさんだと、やっぱね、まだ時間が、まだ8、このイベント始まって3時間しか経ってないんで、まあそもそもガチャで当ててないって人の方が多いと思うし、あるいは設定してないかどっちかなんだけど、いないんだ。誰も設定してないっていうね。これ結構きつい状況なのでね、この、あ、ほら、じゃあこのリルさん。ありがとう、リルさん。ありがとう、リルさん。マジで助かる。リルさん、マジ助かる。で、これで今、つゆちゃんと、ゲストさんで、今、特攻倍率が 40% アップになってるんだよね。だから 1.4 倍なんですよ。これで、ノーマルの位置、一回やってみるよ。あ、編成適当だからね。編成何も考えてないんで。とりあえず報酬だけ見ようということで、これがね、ノーマル1がやっぱさすがに時間効率は一番いい。これで終わりだもん。そう、バック。ただイベント終わらせたいなって人はここで、経験値も変わんないからね。で、23枚もらえるんですよ。これ覚えておいてね。今イベント 40% アップで23枚もらえます。で、これがハードの銃だとどれぐらいもらえるかっていうと、ボスで、またね、フレンドさんを連れて特攻キャラ、40%、出く来い。つゆちゃんでもいい。つゆちゃんでもいいから来い。これがマジで、みんなマジで本当ね、頼む。いた。これね、この方、ゆまさん今度、連れて行こう。メモリーはね、あれですけど、まあいいや、全然大丈夫。さっき 40% で、こっちも今回も 40% ということでやっていきます。で、同じ、フルオートの3倍速でやりますね。こっちはボス戦挟むからね、時間がやっぱりかかるよね。4倍ぐらい違うんじゃないかな、多分。同じ1周でも、で、オートだからね、これチェインが全く成功しないっていうこともあるんで、まあいちいちこれ結構な数周回することになると思うんで、全部手動でやってられないと思うのでね、まあ多分それも考えてノーマルとハード、そこまでその報酬に差がないようにしたのかなっていう気はするんだけどね、多分。で、まあ初のイベントということは難易度もそこまで高くはないかな。うん、オートでも全然いけるような難易度なので、ちょっとまた攻略動画では UR なし、ウルトラレアなし編成で攻略動画出そうとは思ってるんですけど、今とりあえず報酬だけ見たいので。これで報酬が28なんだよね。さっきのノーマルの位置の報酬覚えてるかな。まあこれイベント特攻 40% アップで28、さっき23だったんですよ、ノーマルの位置が。なんで5枚しか変わんないんだよね。この5枚の差をどう見るかっていうことなんですよ。これが多いか短いかで、まああとちょっと戦力がギリギリだとオートができないとかね、そういった問題も出てくると思うんで、まあ時間効率を取るかスタミナ効率を取るか、これ皆さんの価値観で変わると思うんで、一番効率いいのはこのどっちかだね。もう極端、最初か最後かっていう、これのひたすら周回。あともちろんこのドロップするアイテムで決めてくれてもいいですね。これドロップするアイテムがそれぞれ違うので、なんか欲しいアビリティボードちょうど強化したいんだよねってところがあれば、そこを選んでくれればいいし。若干ね、変わってるんだ、これ属性が。落ちるアイテムの。ただ、下級アイテムだけどね。小アイテムしか落ちないけど、まあ、これをね、木に、周回して、
ャラも育てたいって なるんだったら、まあそこに合わせたところに行けばいいと思うので、はい。でここでこのボス挑戦状を集めて、ここのボスバトルだねに挑んでいくわけなんですよ。でこれちょっと失敗したのが、ボスのね一番難易度高いウルトラ、これ1日に1回しかできないんだけど、報酬がいいってやつ、難易度高くて推奨戦闘力12万で、これ動画撮ればよかったこれすごい失敗したわ。これ動画撮っとけばよかったんだけど、まあここで1日1回必ず挑戦して、あとハードだね、基本ハードで入って周回と、こちらもまたあの UR なしの攻略動画撮りたいなと思ってます。はい、とまあそんな感じだね。でここ倒してヒーローくじ集めてガチャ、この繰り返し、ひたすらこのサイクルでやっていくという流れですね。で期間としては結構長めなのかな、2週間くらい確かあったと思うので、うん、6月の16日までって書いてあるんで結構長いね、20日間くらいあるんで、まあ焦らなくても大丈夫かなというところなんで、皆さんあのスタミナね溢れないようにどんどんイベント参加して、周回しましょう。で次のイベントもね、もしかしたら始まっちゃうかもしれないんだよね。あ、ごめん、開催期間あと13日だった、ごめん、2週間でした、ごめんなさい。はい、で次のイベントもこの切り替わりかな、2週間後にまた新しいイベントが始まるのかどうかっていうことなんですけど、まあちょっとわかんないね、これが初イベントだから、まあまた来る手前にはまたあのお知らせとか来ると思うんで、まあその時に、ま、なったらまた告知動画でも撮ろうかなと思いますので、よろしくお願いします。はい、この前に、性能解説、それからガチャ動画等もアップしてて、この後また攻略動画等も出そうと思ってるんで、ご興味ある方はぜひそちらもよろしくお願いします。といったところで今回動画ここまでで終わりたいと思います。参考になった、面白かったぜって方はぜひチャンネル登録、そしてメンバーシップ登録等もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。